大関のアジフライデーで久々に集客アジ理論を語る。7分間でワクワクするビジネスが見えてくるチャンストゥチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第139回目のテーマは大関のアジフライデーで久々に集客アジ理論を語る。皆さん知ってますでしょうか。アジフライデーと、はい、ここに今日はアジフライデーと書いてあるんですが、アジフライです。僕ね、やっぱりアジフライ結構好きなんですね。はい。そして今回この大関というスーパーマーケット、まあご存知の方も多いと思うんですが、まあ関東を中心に41店舗展開しているね、人気のスーパーマーケットなんですが、今浅草に会社が引っ越してきたこともあって、あの雷門の蓮向かいぐらいですね、あそこにスーパーマーケット大関があるんですよ。その41店舗のうちの一つがありまして、でもともと私はこの大関というスーパーマーケットをいろいろマーケティングの材料として、繁盛店ということをテーマに研究していたと。そういう矢先にもう身近に出たところで、この金曜日アジフライデーにこれ1つの中にこれ298円なんですが2個入ってるんですよ。2個。はい。まあ今日はアジフライデーということで、これがその大関というスーパーマーケットなんですね。はい、いやもうこれ5時ぐらいかな4時ぐらいかな、でも繁盛してるんですよ、もうこの時間の中で。でもこれ本当に入り口だけでもう中結構広いですからね、非常に繁盛しています。で当然のようにこういう野菜なども売っている、それからまあ缶詰瓶のもの、まあいろいろ売っているわけですが、最終的にはそのお惣菜コーナーみたいのがあるんですね。もうそんなに広くないんですよ。でもそこにアジフライがあるということなんですが、さて先ほどのタイトルにありましたように集客アジ理論という、こんな理論を私は10年ぐらい前に作っておりまして、ここに書いてあります。スーパーマーケットの良し悪しや繁盛店かどうかを知りたいなら、そのお店のアジフライを買って食べるといいっていう、こんな、はい、集客アジ理論、すなわちお客様を集客するための、まあ、アジフライの理論ということで、まあ、ぐっと圧縮しまして集客アジ理論という、そういうのを作ったということです。じゃあ一応ちょっと分かりやすく説明します。お惣菜の中でもアジフライというのはその店の販売する商品であったり、お客様に対する姿勢、これが現れてるっていうことなんですよ。でその裏付けのために私はもうスーパーマーケット、ああいうショッピングモールに入ってるスーパーから、街のスーパーからたくさん行って、でアジフライをまず買うんですよ。いや場合によっては家帰る前にもう路上で食べちゃうと、はい、そしてこの店が繁盛店になるのか、本当にお客様にとって有意義なスーパーマーケットなのかっていうのをチェックすると、そのぐらい今から10年以上前にアジフライを食べ歩いてたということなんで。でもうすでにこの大関のアジフライはもうだいぶ前に食べていまして、改めて今回食べたんですが美味しかったですと、そういう話なんですね。実はアジフライというのは、まずもう質が良くて新鮮なアジを、それを仕込みをして料理をするとね。だから本当にいいものじゃないとダメだし、それなりに人件費もかかるしコストもかかるっていうことなんですよ。それを平気できちっとそこに人もお金も投資してコストも投資してやってるかどうかが、実はそのスーパーマーケットの、お客様に対する意識の高さが現れるっていうことが中島流の集客アジ理論ということなんですね。はい、ということでそこから今度はこの大関というお店がどういうお店なのかということをちょっと語っていこうと。すなわちもうアジフライはダントツで美味しいと言っていいでしょう。他のスーパーでも美味しいとこあるんですけども、僕は冷めてても美味しいこの大関のアジフライはかなりのレベル。そして私もこの大関で他のものも買ってきますけど、結構当たってます。マグロの巻いた寿司を食べてもしっかりいい味がする、新鮮なものを使ってるっていうのが分かるわけです。さて、まず大関町のマーケット、これ町のってこの町は書いてあるのは僕のせいじゃないですよ。あくまで大関の実際のショルダーがこの町を書いてあるんですよ。はい、東京、神奈川、千葉に41店舗、売上高なんと1000億円超と、もう1000トンで数十億円だったと思います。利益率もスーパーマーケットの中ではもう当然上位、もう本当に上位のもうワンツースリーの中に入るぐらい。そしてプロにも支持される豊富な品揃えがやっぱり売り、そして大関ではお客様の声に敏感になるっていう、そのために従業員にはもう3つのポイントを重要視してるって言って、これはもう先代の、もうお亡くなりになったんですが、佐藤達夫創業者の時からあったと聞いております。その1、お客様の声を集め続ける。本当に集め続ける。あちこちに店員が一生懸命こうね、なんだろう、追加するための商品のそのためにうろうろしてますから、やっぱりこうお客様はちょっと声かけやすくあえてそうしているの。そして2つ目、一人一人に任せる。それも全て任せるんですよ。何を仕入れるかも任せるんですよ。どのタイムでどうしなきゃいけないかも本人に任せるんですよ。3つ目、自分で考える癖をつけさせると。もうやっぱりなんでこうしてるのかっていうのをちょっとだけその創業者の佐藤達夫さんの、お客様を大切にするというこの企業理念のためのあるコメントをもらいました。ちょっとお話ししますね。失敗を怖がらせて社員が冒険しなくなる方が怖い。何かの商品が一つダメになるよりも人間をダメにすることの方が怖い。だからうちの会社は何にもわからない新人にも仕事をどんどん任せるんだ。いいですね、この響きね。なんか商品が一つダメになるより人間をダメにすることの方がもったいないんだと。だからもうどんどんやらせて、失敗したってそれはそれでいいんだと。でもまたこう、でもそれが先ほど言っていた1000億円ですよ。僕多分ね、まだね10店舗もない頃、その頃から知ってます。世田谷を中心にやってって、今の本社は、忘れちゃった、はい、下北沢だですね、あそこにあるんですけども、結果的に今もう41店舗ですからね。それでいて先ほど言ったようにもう、1坪あたりの売上高は日本一って言われているというぐらい、そのぐらいのスーパーなんですよ。だからもうその無理して日本全国に出すのってそういう発想しない。本当にこう社員を大切にするけど、社員はやっぱりやる気になります、任せられるから。その辺が大関の素晴らしいところだっていうことで、今回言いたかったのは大関の素晴らしさも伝えたかったんですけども、集客味理論ですよ。これはもう先ほども言いましたように、僕は10年以上前に作っています。そして久々に今回大関と、身近に接することができて、実際にこのアジフライを買って食べたらやっぱり大関の味だったっていうことから、大関のというスーパーマーケットの素晴らしさと中島流の集客味理論はこれも未だに健在だっていうことをお伝えしたくてお話をさせていただきました。はい、今回は大関のアジフライデーで久々に集客味理論を語るというお話でした。大関に行ったらこのアジフライを買ってみてください。